丸、普通にヤバい。坂本の影に隠れてこいつのがヤバいのでワン。34やしな、劣化しててもおかしくたい。顔も小さくなってるしな。からまた出てきてない？問題は出塁率よ。こいつは後半上げてくるから問題ないちなし。ホームラン打ったしまだまだやれる。丸って毎年叩かれてるような、結局25本くらい打って黙らせてるけど、丸は毎年広島相手には忖度してんだよな。いつも最後はまとめてくるからこっちは大丈夫やろ。選球眼でやってた選手だから一気に衰えきてもおかしくない。去年は離脱多い中で坂本と頑張ってくれたんやけどな。いい当たりがことごとく取られてる感じだから、そのうち調子戻るやろ。坂本ばっかだけどド派手にいってるな。145超えたら打てない無能。ストレートは全ファールで、変化球だけを狙い撃ちするかす。同い年やし頑張ってほしいわ。まだ老け込む年齢ちゃうやろ。丸もケツな長くてさせたんか。丸は出塁率稼ぐから安定してるように思われるけど、広島時代からかなり好不調の波激しいからな。ケツ穴がひどすぎるので許されている。まあ丸ってボーア軍だったこともあるしな。ご視聴ありがとうございました。